ひざらじロケ。さあ本日はプラス鍼灸整骨院さんにやってまいりました。はい、こういうロケを待ってました。僕も待ってました。できるだけ体凝ってた方がいいかなと思って無理やりゲーム2時間してきました。今マジでバキバキの状態で今してます。めっちゃいいじゃないですか、はい、そしてですよ、はい、なんとここの責任者の方がピザラジ視聴者さんなんですよ。そうなんですか。で、こないだね、はい、なんか僕らちょっと体の硬さ競い合ったじゃないですか。尋常じゃないって。あれを見て、はい、これはいかんということでわざわざ連絡くれたらしいんですよ。そういうことだったんだ。それで本日実現したということで、責任者の方、お呼びしたいと思います。吉田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。吉田さん、これはちょっとほっとけないな。有意識自体ですね。そうですね、はい。で今回は施術していただく先生も、はい、来ていただいております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。なんか計らずも俺となんか似てるですね。そうですね。なんかもうこの二人ふざらしできそうですよね。メガネを差し替えたら配色も配色も一緒ですけどもね。僕らの硬さ見てもらえます。確かに、あのネタ抜きで、はい、一生懸命やろうね、はい、せーのよいしょ。結構硬いですね。いやもうこれ以上やったら多分悲鳴が割れる。そうですね。僕体が壊れますこれ以上。マジでこれぐらいです。普通に。大石さんもうちょっと柔らかいと思ったんですけど。いやなんでなんでそこ残念なんだ。いや加藤さんはねちょっと硬いっていうのは。そう硬そうな気がしますね。ちょっと見た目から出たんですけど。やっぱ見た目にわかります？なんとなく。あもう硬体硬そうな。もう筋肉にしか見えない。もう足首がアキレス腱切断した人より硬い。本当に。ここの言われてるみたいな。本当ですかそれ。あマジです。本当に言われました。あとあれですね、僕らあのここの背中も僕かろうじてつくんですけど、じゅんちゃんはこれできへんの。俺こっち側はまあギリなんとかなるんですけど、いやもうなってないそうなんですか。なんとかなってない。こっちマジでやばいっす。ほらわ重さですね。これはちょっと有識したいですね。これは有識。これってなんかどうにかなるもんなんですか。まあ、基本的にこう肩甲骨の動きをつけてあげたりとか、まあ肩の関節の動きを出してあげれればつくようなものにはなってくるので、まあ本来つかなければいけないものなので、もう肩甲骨がこれ固まっちゃってるんですかね、の可能性が高いです。まだまだお体を触ってないので断定はできないんです。すっげえ楽しみ。マジで楽しみですね。じゃあ早速、整体の方、はい、施術していただきたいと思います。はい、で大井さんよろしくお願いします。実際先ほどこう動いていただいて、はい、まあ、前屈がしにくいってなったんですけど、うん、ありました。何かお体症状、ここがしんどい、つらいとかってあったりしますか。首がもうとにかく痛いです。首がとにかく痛い。頭痛につながる首の痛さ。あ、かなりつらいですね。ありますね。あと腰が全然痛いですね。曲がらないですね。あの座り仕事はやっぱ多いので、その辺ちょっと見てもらいたいな。なるほど、はい、わかりました。ちょっとじゃあ軽く肩周り触りますね。はい、はい、あもうもう気持ちいいっす。この辺ですよね、多分辛いの。え、なんでわかるんですか。ものの5秒っすよ。筋肉しか見えてないんで。筋肉しか見えてない。すごいな。あれです。そうですね。あとやっぱ姿勢めちゃくちゃ悪いですね。もうあのありのままで大丈夫。ありのままでいいですか。はい、大丈夫です。はい、おじさん猫背なんだ。猫背。おじさん猫背ですね。はい。右肩の方が前に入っちゃってるのって、加藤さん、ちょっとこの辺から見てもらったら。ああ、確かに。なんとなく、うん、ちょっと、あ、なんていうの、右肩の方、右肩 がこう前になってる。ああ、うん、俺さ、ギター持つからさ。なるほど。左でずっとかけてるじゃん。なんか右こうなるのよ。うんうん、あ、必然的に。なるほど。それをもう言い当ててるってことだ。その癖がだいぶ多分お体の中でついてしまってるので。なるほど。でこの背骨から肩甲骨の内側まで、はい、僕の指で今6本分入っちゃうんですよ。6本分、理想指3本分。倍入ってるじゃないですか。ちょっと触っていいですか。あ、どうぞどうぞ。あ、ほんとだ、なんか何すごい開いてる感じ、わかります。なんかしかもこっちの方が開いてません？そうです、あのもう肩が、右肩の方が前に入っちゃってるので。本当だ。あ、そういうこと。ごめんなさいね、プロでもないのに。あ、確かに本当だ。まあ肩が内に入ってると単純にここからこうついてる筋肉が常に引っ張られてしまってる状態になってるんですね。あ、そういうことだ。まあ常に負荷がかかってる状態なので、まあ、筋肉が硬くなる。で、血流って全部心臓から出ていくようなものなので、あの頭の方に行く血液もこの肩周りの筋肉通って出ていくので、ここでやっぱり
筋肉の間通ってる血管が圧迫を加わってしまって、まあ、頭の方に行く栄養やったりとか血流が、まあ、少なくなってしまうんですね。そこから頭痛が出たりとかっていうのも、あるので、まあ、頭痛の原因はもしかしたらこの肩の症状きつくて出てるのかもしれないですね、はい、でちなみに理想の位置作ると、はい、ここが理想の位置です。え、これ理想？これ理想です。3分と持たないですよこの姿勢。そうなので、まあ、体が悪い状態を覚えてしまってるので、うん、違和感ないっすもん。別にマジでそういう大石さんがいても別にちょっとってならないっす別に。あ、マジで、ね、普通です。そうなんだ。俺めっちゃ無理してるけど今前の大石さんに戻してください。うわ全然ダメだこんなんじゃダメっすよこんな素人に言われることあんのこれダメだ、直さないと。直さなきゃ。じゃあそうですね。なので、まあ、やるべきこととしてはやはり肩甲骨をこう内に引いて戻してあげると。ただでも肩甲骨だけ触ってもここには戻らないんですよ、うんうん、原因となるのはやっぱり腕周り、腕もこうねじれてしまってると肩が前に入っちゃうので、はい、ギターとかね、パソコンとか触るときって腕こうやって前で使うと思うので、このねじれが出てしまうと肩内にねじって肩甲骨も開いちゃうので、これをこう戻す感じですね。解剖学の教科書とかでも、骨の人体模型は全部手のひら前に向いてるので。あ、確かにこう向いてますわ。そう、その位置は肩の関節とか、まあ、この辺の筋肉も全てフラットな位置になってくるので、であとまあ腰の部分もやっぱり姿勢が悪いと出てくるので、体が前にこう倒れてしまっているので、はい、ここの筋肉で体をぐっと前に倒れる体を支えているような状態になるので、ここの筋肉がうわー、先生、うわーもう、これ本気じゃないですよね。あ、全然10分の1ぐらい。10分の1でこれもう触ってるだけだ。1はもう地獄ですよ、これやりましょう。なので、まあ、ここ骨盤しっかり起きるようにっていうのと、胸張るようにしてあげれれば、自然と、まあ、肩周りの症状であったりとか、頭痛も緩和していけるかなというところなので、まあ、そこを目指してちょっと今日はやっていきましょう。 ありがとうございます。はい。じゃあ、僕、預かってます。これ、俺本体なんで。はい。こちらじゃあ。え、これって、はい、痛いっすか？まあだった、まあだった。どっちでもいけます。いや、ただ、1回でしっかり効果出すんやったらある程度痛いの我慢してもらった方がいいと思うので、はい、一つだけ言いたいんですけど、はい、番組のこと考えなくていいですか？わかりました。わかりました。不倫になってるやん。わぁ、うわ、気持ちよ。いや、気持ちよさそう。見てても気持ちよ。ちょっと待って、ちょっと痛いかもしれない。そこの辺はちょっと痛いっす。先生、頑張って、力抜いてリラックスしましょう。リラックスできる状態じゃない。え、これ今、純ちゃんどんな気持ちで見てんの？いや、もうこれマッサージすごい好きなんで、うん、あ、そうなんだ。見てるだけで気持ちいい。この辺とか、この辺超気持ちいいっすよね。では、一番硬かったのはもう本当にこの辺ですね。うわー、うーわー、ごめんなさい。すごい、背筋。腰と背中のつなぎ目ぐらいのところ。うわー、それ気持ちありがとうございます。ありがとうございます。痛気持ちいい？8割痛いです。もう貫いて腹から出てきそうっすよ。ね、だよね。うん、結構指圧してる。俺も指が胃に到達してる気するもん。ちょっと腰の筋肉いきますね。あ、ちょっと待って先生、それ痛ってこれ痛いですね。あよいしょ。何これ。先生、ちょっとなんか燃えてません？いや、ちょっとね、体硬い方をね、治療するとね、楽しくなってくるんですよ。施術魂出てるじゃないですか。全体的にね、筋力が弱いっていうのもあるのか、一部の筋肉ばかり使ってるようなお体の感じがあるので、あー、それはもうつぼしっすわ。だいぶ体に疲労溜まってますね。痛い。うわ、そのあー触られたことない。中殿筋。中殿筋で、お、気持ちいいっすよね。さすが、僕マッサージオタクなんで。中殿筋気持ちいいっすよね。中殿筋痛い。腸腰筋。ね、大腿筋膜腸筋。だ、え、むずあー、ちょっと一番痛い気持ちよさそう。一番痛い大丈夫、ありがとうございます。
あ、でも確かにちょっとだけ、なんだろう、気持ちよさを感じ始めました。そうですね、筋肉緩んでくるとマッサージも全体的に気持ちよく感じるので、今は硬すぎて痛みに変わってるだけなので。お店も硬いんだ。お店も意外と硬いですね、はい、あー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 、そこめっちゃ痛いんですよトリガーポイントって言って、こう筋肉の高血を狙って緩めていくっていう治療。あ、そうなんですね中電筋です。あ、中電筋そんなに奥にしたらダメ。あ、もうちょっと痛い予感しかしないです、ね、そこめちゃめちゃ硬いですね。いやー、あー一番痛いやっぱりここが一番痛い。あーあー一番痛い。でもなんかこうした健康になってる気がするわ。ちょっとね、柔らかくなってる気が。だってさっきより指入りましたね。したね、うん、あのここの柔らかさだいぶ出てますね。あー、よかった。いやー、すごい、超気持ちよそう。めっちゃ入ってる、肩甲骨の中に。先生、すごい、めっちゃ圧が。どうなの、おじさん、気持ちいいっすか。いいっすか、正直な感想を言って。正直痛いうわ、あー、ちょっと先生、はい、ね、はい、あの、入っちゃいけないとこ入ってる気がする。え、はい、入っちゃいけない。肩甲骨めちゃくちゃ動いてる。これはね、だいぶやば。あー、痛っ。そこ、小川で言うとブラックバスがいるところですね痛い。ここも痛いな。なんだここ。硬いっすよね、多分そこ。硬いですね。だって、すげえなんかそこだけ城壁がある感じしますね。めちゃくちゃ守られてる感じ。あ、先生、はい、城壁破ってます。はい、そうです。痛い。これでも結構指入っていってる。痛い。本当だ、すごい。痛い。結構素質はあると思うんですよね、柔らかくなる。あ、僕がすか。はい、結構やってあげると緩む感じもあるし。そんな才能見出せてるんですか。そうですね。やっぱ日常的にストレッチした方がいいんですか。あ、絶対した方がいいです。へ、そうなんだ。結局柔軟な筋肉じゃないと怪我しやすい体になってしまうので。はい、めっちゃ入ってる。おじさん、すごいわこれ。後で。あそんでこれ後で確認してほしいわ。すごいね。うわあ、なにこれ。肩甲骨が5センチぐらい飛び出してますよ。マジで。左の方が痛いですか。左痛かった。結構ね、右の方とかでも左の方が痛いって言われる方多くて。あ、全然、はい、地味に痛い。左の方凝ってんだ、おじさん。左の方が硬いです。簡単に城壁が破れる。痛い。よく出てくるな、城壁。自分がマッサージしてるときってさ、見れないじゃん、うん、人がやってるの見るのすげえわ。こんなに動いてんだって。脱臼してんじゃないかってぐらい、本当に。マジか。マジで浮いてましたか。首やばいっすわ。そうですね、やっぱり頭が前に出た状態でずっと使ってると思うので。あー、そうなのか。人間の頭の重さってその人の体重の 10% ぐらいあるんですよ。正常な位置より5センチ前になると体幹3倍になるので。あ、さんの体幹が。なるほど。そうなんです。それをここで支えている状態になるので、そりゃ凝ってくるわっていう。痛っ。うわ、気持ちよさそう。あー、気持ちいい。これは気持ちいい。めちゃくちゃ受け入れられるようになりました。先生の指を。ありがとうございます。ちょっとじゃあ横向きで寝ていただきたいので。横、はい、横向き怖え。怖いよね。あ、中殿筋じゃないですか、それ。中殿。さすが。痛い。俺ずっとこんな顔してたから。え、でもそうなっちゃうわ。はあ。痛い。なんか危険な気がする。外れちゃいそうな気がする。いや、できんそんな。あ、やったことない。動き。太ももの前の筋肉。そんなとこ筋肉ついてんだ。全部ついてる。ここ大腿四頭筋っていう筋肉がここ前についてるので、座ってる時間が長いとここがずっと収縮してる状態なので、
そう見たことない美味しさでましたけどどうせこれサムネで使うんでしょ知ってますよこれ腕がねかなり前に上がっちゃうんですよ。味噌ここで上がってほしいんですよ。そうなんだ。耳の後ろに腕が上がるのが理想なんですけど、今普通にこうやると前に行きますね。うわ本当だ。これをまずちょっと取っていきますね。はい、なんか乱暴にされてないですか大丈夫ですか。すごく優しくしてます。え、これでなんか治るの。これだけでもね、多分ね、上がりやすくなると思いますね、おじさんの体やったら。あ、脇の下、あ、いや、先生、痛い先生、脇痛い。いいでしょ。さあ、楽に近いんですけど、これ次ね、大胸筋伸ばしますよ。これちょっとしっかり指に、めちゃくちゃ硬いですね。伸ばしたことないところが伸びてる。あーさあ、ちょっと肩甲骨動かしますね。見たことない動きしてる。乱暴しないで先生。めちゃくちゃにされてる動きしてる。後ろ回します。うわ、めっちゃ入ってる。え、知らない知らない。異世界にいる。ここよいしょ。 OK。 はい、じゃあこれでまた腕上げてみます。うわ全然違うじゃん。まっすぐ横向いてもらったら多分。あ、全然違う。だって前、耳の前でしたよ。ね、そうですね、この辺ぐらいだったんで、だいぶ後ろに行く。そうですね、多分腕も軽いと思う。軽いっす。反対向きで行きましょうか。あ、もう一回これが来んねや。あー、また乱暴にされちゃう。どうする、痛いですか。あ、でも、ね、気持ちいい。左に慣れちゃったからっていうのが。あー、なるほど。普通僕ね、脇の下めっちゃ、こそばゆい人なんですよ。あー、でも全然受け入れてる。何の情報ですか。人には絶対触らせない場所なのに。すげえ情報だ。あ、乱暴にされ。うわ、すごい。めっちゃ動いてる。後ろから見るとこんなの。動いてる、動いてる。すげえ肩こり取れそう。これ肩こり絶対効きますよね、これ。これはもう、まあ、肩周りの症状の方には結構受けてもらってますね。あ、ちょっと取れちゃう。すごい、すごい、すごい。ね、肩甲骨取れちゃう。肩甲骨剥がしなので。すごい。取れちゃう。ここまで入ってます、もうここ。え、どこ？ここここ。嘘だ！本当本当、ここここまで。マジで？はい。あとで映像確認しよう。第二関節ぐらいまで本当入ってます、マジで。あ、ほんまや。引っかかりはどうですか？全然ゴリゴリ言わない。前言ってたのに。うん、言ってたのに。あとやっぱ軽い。あとちょっとお尻周り触ります。はい、あ、また中殿筋？はい。中殿筋と。中殿筋が一番痛いんや、これ。先生、中殿筋が痛いのは何なの？座り仕事が多いとかって、ね、あ、そういうことなんだ。ここにずっと圧がかかったりとか伸ばされたりとかですね。あー、痛い。今日雑誌の取材入ってるんですけど、なんで今日に限って入ってるの。確かにカシャって受ければ悲鳴とリンクして。でもなんかさっきより楽かも。そうですね、左足の時より。さっきここ痛かったっすよね。そうですね、すごく辛そうでした。慣れちゃったのかな。いいでしょ。あー、伸びないところを伸ばす。伸びない椅子も、それ以上は先生、伸びないって。すごい、大丈夫。ふい、 OK です。では次、仰向けですね。仰向け、きた。まだあんの。そこめっちゃ痛いっす、うん、詰まってますね。めっちゃ痛いっす。目の疲れが、その首の痛みになることってあるんですか？あります、あります。目使いすぎると首の筋肉が固まってしまうので、首の骨の歪みなんですよ。頸椎と呼ばれるところがちょっとねじれて歪んで、ここに筋肉の緊張出ちゃってるので。あ、そこそこそこ。なのでこれを取ります。取れるんですか？はい、それを取るときにちょっと一瞬ポキッと音が鳴るような矯正を最後していきますので。あ、そうか、そのパターンあんねや。はい。忘れてた。じゃ左向きましょう。で、顎を上げます。はい。はい、近づいてます。ここから、こずっと矯正が効きますね。ああ！ちょ
ちょっとメガネのズレ取っといてもらってありがとうございます。あの骨のズレが治ると同時にメガネがズレる。次反対いきますね。楽にしかない。あ、気持ちよさそう。でもそれどうですか。いや気持ちいいけど今全身がゾワーっとしてる。これさっきと同じとこですね。あ、痛くない。え、そんな速攻性もあるんだ。こっちはない、こんなとこです。痛くない。大丈夫ですね。後ろから矯正していきますね。うーん、これ怖い。うわ、もう骨盤だけ。はい、そうです。え、首の後ろで手を踏んでいただいていいですか。あ、もうなんかすっげえこの前段階から嫌な予感がするな。はい、どんどん変えてもらって、はい、ちょっと下の感じで、おへそ突き出して胸張りましょう。ここからずっと矯正かけるんで楽にしてください。あすげえボキって言った。あと2回いきます。どんどん。ああ！ラス1。ちょっともう無理先生。これもう無理かな。ああ！どうすか？大丈夫。今俺今生きてる。生きてる。死んだじいさんの顔見て。でも確かに軽くなってるわ。これで治療は以上ですね。あ、以上ですか？うん、どうですか、お体全体的な感じ。自分の体じゃないんです。新しい何かがハマってる。新しいヤバいものがハマってる人が。前屈してみましょうか。うわ、全然俺かわいい。さっきよりいってる。そうですね、あとでももうちょっと手つけたらいいので、あのここの腿の裏の筋肉のストレッチとかを自分でしてもらった方がいい。なるほど、ここが張ってるんだ。さっき肩甲骨の内側からの距離覚えてますか。6本。そう、今指4本分。おー、2本縮まった。あ、だいぶ縮む。だって、はい、全然違います。ほんと違うんだ。うん、だいぶ狭くなった。なんか嬉しい。肩の内巻きも見た感じ多分だいぶ左右差なくなってるんで。おー、だってもう姿勢が全然違いますもん。ほんと、うん、なんか前もっとほんとにこうやって中にグイッと入っちゃってます。はいはいはい。これで今あの姿勢がよく保てるようになってるので、あとは続けて治療を受けてもらうことですね。あ、なるほど、うん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。めちゃくちゃ気持ちよかったです。 すごい、ありがとうございます。なんか背中のこれも一気にやってみましょう。背中のこれ、あ、いってる。いや、なんかもう余裕でやん。めっちゃいってる。え、なにこれ、前これでした。いや、これじゃなく、もっとこんな感じ。ねえねえ、すごくない。めっちゃいってるわ。エスパー伊藤ぐらいいってますよ、マジで。マジでマジで。横バック入れるかな、このまま。いや、見たことないぐらい触ってる。こうやって触ってますよ、おじさん。え、マジでこうやって、うん。エスパー伊藤じゃん。いや、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございました。あぁ。全然痛い。ほんと痛い。そこが痛い。あ、先生、痛い。わぁ。